と、じゃあ、ここで君らにもできる、オフサイドトラップの練習をしよう。ね、練習しか、まあ、実例ね。まあ、女性、女の子は絶対使ったことある。オフサイドトラップって女の子の技術やん、実は。だから、うちにそのオフサイドトラップの司令塔もやってくれっていうのを山田君に言ったんやろうけどね、山田真司君はね。でも、なんか、それは無理やったよ、さすがに。だってもっとバックする。バックするもんやし、まあ普通、見てくださいね、そういうのは無理かな。まあでも、見よう見えてるから、やっぱり見てくるか向きやなっていうことになったの。で、結局、その、レイさん、攻撃型ミッドフィルダーの方が向いてるなっていうのは、要するに守備型ミッドフィルダーじゃないの、やっぱりってなって、まあ、何よりも当たりが弱いから、お嬢さんの当たりやったから、めっちゃ当たり弱かった。サッカー、タックルされたら必ず負けた。ほんで、なんでかって、相手怪我させたらあかんから。そういうふうに思っちゃうね。だから女やって言ってるんですよ。理由聞かれたことある先生。中田先生以外ですからね、むしろ。なんでそんな当たり弱いの？なんで当たり弱く負けるの？だって、怪我するじゃないですか。相手。はい、分かった分かった。お前、女おんねん。お前、女やってね。まあ、ええやな。それは、顔の形で言おうか。頭の形とか。あれ、言われたみたい。分かっちゃうわけ。それキラーン。キラーカーンちゃう。禁断戦の。キラーン。それでね、結局、オフサイドトラップやんな。って怖ーいとか。そんなの書いちゃうのとか。やめてーみたいな。だから、いやよ、もう。あれもオフサイドトラップかけてるの。知らんけど。ちょっとちゃうかも、あれはな。まあ、しゃあ。まあ、でも、その、変なんは嫌って言うの。意味わからんでしょ？嫌って。女の人が、セックスで好きな相手でも、夫婦間の嫌って言う。ね、うちかって言うよ。それなんでかって言うとね、その自分の旦那様以外の精子がダメよ。要するに旦那様の中に他人を見た場合は嫌って言うのよ。いっぱい連れとるから、男って。他人を。例えば宗教関係者で、まあ奥さんもいる宗教関係者で、セックスの時に奥さんが嫌嫌言ったら、教祖を嫌がってたって。 なんか違う人がいると、嫌嫌って教祖。あるいは、その信者が完全に教祖に洗脳されてたら、旦那のこと、教祖のこと、教祖的な部分、え、教祖の部分じゃどういったんやろな。要するに、教祖教義の部分、旦那と思い込んでる女性信者は、本当の自分の旦那が出てきたら、いや、いやって言うか。知らんけど。なんか無理あるような気がするけどな。ぴよーん。